はい、こんにちは。花のワールドカップチャンピオン村松文彦のフラワーレッスン。今回は、実はね、これ、クレイジーピンズね、あのよくあの、あれですけど、このグリーン、あのクレイジーピンズを使ってデザインしていって、で今回は前にリクエストいただいて、こういう縦長の、アレンジメントするにはどうしたらいいかとか、メガを教えてほしい、もそれも含めた意味で、レッスンしたいと思います。これこのぐらい出て大丈夫？これあ、OK。 じゃあそういうことでこのぐらいのデザインしますので、このぐらいちょっと違いますけどね。でまず最初にこういうものをここにこうやってグッと入れちゃいます。でこうやって入れた時に一番怖いのがフラフラしてるでしょ、こう見てね。でこれをどうしたらいいかっていうのをまず皆さんと勉強していきたいと思います。これでここの間にちょっとこういう風にして、少しこう、ね、分かります？こういう風にして空いてるところに、ただ水を補給するのも必要ですので、こういう風にして見えますでしょうか？こういう風にしてやりますね。でこっちの方もやりましょうか。ちょっとね、この横の方もこういうにして見ていただくと、こういうふうにして、そうするとしっかり固定できます。でこれに対してね、氷柳、これをここに刺していきます、ね、で氷柳の下の方をできればこういうにして斜めにやっていただくといいですね。ナイフを使ってもいいです。こういうふうにしてね、ナイフが使える方はナイフをこういうふうにして、太い方をこういうふうにして斜めにこういうふうにして、見えますか？見える？見えてる。はい。それでこれをこういうふうにしてグーッとこう、これもグーッとこう、あ、その前にやったね、ごめんなさい。その前に、このここのあれを、目を取ります。こういうふうにしてね、こうにして、こうにして、少しこうね、こうにして、はい、ちょっとこれも取りましょう。こうにして、でこうにして、少しこうにして。円錐にすればいいですね。円錐にします。こうして見えますがね。でそれをこのようにして、今からこう刺していきます。こうして、であのデザインをやるのにですね、あのこういうあの棒を、ね、これは氷柳ですけど、この棒をやるのに、もっと太いやつでもわーっと見せるというのもいいと思いますね。こういうにして、それこういうにして、ここをこういうにして縛ります、上から、ね、でもしか太いので見せるようであれば、この紐とかそういうのは見えないようにしてください。今こういうにして縛ってますけど、3箇所ぐらい絞っていった方がいいかもしれないね。こうにして縛ります。で長い、もっと長ければ長いなりにまたそれを考えればいいですけど、まあ今回はこういうような感じでします。であとはここを見ていただくと分かりますね。平面構成に留めていきます。平面構成でやるというのは、まず一番最初にビバーナム、優しいものから刺していってください。こうにしてね、スノーボールですね、ビバーナのスノーボール。こうにして、あ、それでね、あのもしかこれを持たせたい場合はラップをかけてください。
前の、動画の中にもあると思いますけど、あのごめんなさい、あのラップです、食品用ラップ、あれをつけていただくといいですね。これで、ラップが硬いようであればちょっとこれで刺して、こう刺していくというね、刺して穴を開けて刺していくというね、こうにしてまず平面構成でこうにして作っていきます。まあちょうどビバーナムが今の時期綺麗ですので、このビバーナムを使っていただくといいと思いますね。こうにして、で昔から言うように、もしあのこのビバーナムがこの茎が柔らかい場合はどうしたらいいか、もちろんしっかり水をあげるのは大切なんですけど、あの斜めに切らないということね、まっすぐこう、わかります、こういうふうにビバーナムやったら、今これ首頭だけにしてます。最近はね、生産者もこういうふうにして頭だけを使ったのがありますから、こういう方が値段って言ったら失礼ですけど、使いやすいですね、お手頃ですし、ね、こういうふうにして、でこうやって紐をやっとけば、紐っていうかこういうふうにしとけばすごくしっかりしてますね。それから今言うように、こういうあのこういうふうにして平面を隠していくという、今回は、綺麗ですので白グリーン系でいきたいと思いますね。はい、こんな感じでビバーナムが入りました。綺麗ですね。あとアジサイなんかもいいですけどね。こういうふうにして、でまずは平面構成でこういうふうにしてつけてきますね。こういうふうにして、で大きい花からいきますね。あとはこれもいいですね、これスプレーマムね、スプレーマムのグリーンです。これ綺麗です、輸入ですけどね、こういうのもちょっとつけてみましょう。こういうふうにして、でもしあれでしたらこう、あの早くやる場合にはね、こういうふうにして、これなんかもあのコンテスト、あのごめんなさい、コンテストの場合と、またこうウェディングのタッカなんかにもいいかもしれないですね。これを長くしても、前にやりましたけど、これ長くしてやるというね、ウェディングでおしゃれだと思います。まあ手間がかかるもんですからね、やっぱりそれだけの あれは必要ですけど、あれっていうのは失礼ですね、まあ手間をかけないでどうやってやるかっていうのを見ていただくといいと思います。こういうふうにして、ね、見てください、こういうふうにしてもう、ね、綺麗ですね。これグリーンが、今流行ってきてるんですけど、これベトナムから来てると思いますね。こういうふうにして、ね、全体的にこれ2本だけですね、こういうふうにして2本だけ、こういうふうにして、でこれで面が隠れ、あ、折れちゃったですね、ごめんなさい、はい、してこう回しながら生けていくといいですね。で回転台があると、回転台があった方が楽かもしれないですね。でまずは平面構、あ、おっしゃいました、ごめんなさい、平面構成で、なんかあれですね、弱いですね、ちょっとこれやめておきましょう。さあ平面構成でこういうふうにしてやっていきます。それからあと今度はリシアンサス、トルコキキョウですね。リシアンサスもこういうふうにして全部こう、これちょっと中輪系のリシアンサスです。つまみもいきましょうね。探したんです。ここにありましたね。ごめんなさい。いや、やけに少ないなと思って、もっとたくさんあれば、これで面を隠すことができるんですね。氷柳ね。これは使いません。もうここまで来ちゃったのね。ですからこういうのいっぱいあっても綺麗です。これちょっと使いません。はい。で、リシアンサス、トルコキキョウを、それじゃあここに刺していきます。もうこういうふうにね、あのやっておくと楽ですね。
さあ、でこんな感じでこうトルコを入れてきます。トルコもやはりこうやってね、3センチ以上こう入るようにしておけばいいんですね。はい、またこれも回しながら入れてってください。こうして、大きい花、これもいいですね。エビデンドラム、ね、エビデンですね。これも入れてみましょう。エビデンの白です。これも静岡で作ってるんですよ、生産者がね。すごいなと思う。この地元のすぐ近くで作ってます。こうして。この葉っぱも綺麗ですね、これね、こうにして。エビデンドラムの葉っぱもちょっと、ね、綺麗ですから、ちょっと拾いましょう。よし。こうにして。こうにして。はい。これをこうにして、ちょっとこう、入れ込んでいきます。それから先ほどのトロコトロコキオも入れておきましょう。こうやってね、綺麗ですね。まあ白グリーン系ね、これからの時期新緑とかそういうのはありますけど、こういうような感じでグリーンが入ってくる、白グリーン系で作るのも綺麗だと思いますね。あとアジサイもありますので、アジサイ使っていただくといいと思いますね。それからあとこれがあのバラですね。バラがレイズベルっていう、これももう切っときましょうね。だいたい7センチぐらいでこう全部切っときます。でこういう時には普通のハサミよりはこういう剪定ハサミの方が、あのいいと思いますね。でこういうふうにして、いかがでしょうか、ね、全体的を。で本当はね、先ほど言ったように、氷柳、これをもうちょっとたくさん入れとけばね、たくさん入れとけばですね、あのわーと氷柳を見せてやるっていうのもいいかもしれないですね。ごめんなさい、私がパッと見た時に氷柳がちょっと見えなかったもんですからね、すいません。送り込んであげることが大切です。こうしてね、はい、はい、さあこんな感じでいかがでしょうかね。でこういうビバーナムの間にもこう入れ込みながら、ね、こう入った。いかがでしょう、こういう感じでね。でヒペリカムね、グリーン、これも入れ込んでいきましょう。でこの時はやっぱりね、葉っぱ取ってください。葉っぱを取らないとどうしてもね、次に入れる花が入らなくなったりしますので、必ずこうにして葉っぱを取ってください。こうにして、もう本当にね、昔昔って言ったら失礼ですね、比べたらどん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 こう花が進化していって、昔にはなかったものがいっぱいこう入るようになってきます。さあこんな中でちょっとこう高さを変えます。こうにして、でこうにして、ね、回しながらしっかりこう刺して、でこうにして、で大体これできれいに、でもしくは花が少ないようであれば、ね、あのグリーンでこういう間をやっていっても、あの刺していってもいい、グリーンを刺して、強弱をつけても綺麗だと思いますね。ミリオアスパラとかそういうのですね。
さあこんな感じいかがでしょうか。できてきました。さあ次は今度はスイートピーです。スイートピーはハサミを持ってこうにして刺して切る、刺して切るをやってください。こうにしてこうにして刺して切る、刺して切る、救世掃除を見ながら、でこのグリーンの方は染めてあります。これね、綺麗ですね。今もうそれの染めの技術がすごい出てきてますので、黄色とかピンクとかも、え、ピンクまでと思うぐらいにこう染めてねやってます。いろんな種類 の染めも出てますね。ね、下手するとスプレーマンまで最近染めるようになってきましたけど、まあ、お花屋さんに行っていただくといろんなものが楽しめると思いますので、ぜひ行っていただくと楽しいんじゃないかなと思いますね。最近は本当にあれです、こう一般の方を見ていただいててね、で Facebook なんかにも友達が出て、ああ何この人って、いやそういうのは失礼ですね、ああ見てくれてるんだっていうことで、ね、私も Facebook をもう長くやってますけど、そうやって見ていただいてね、嬉しいなと思います、ね、それでリクエストもあるし、そうやってで全てがこうやってリクエストでね、皆さんのご質問とかこういうのを制作させていただくというのが、やはりいろんなものができるということでね、私が考えている以上に皆さんのこういうのが作ってほしいとか、こういうのが作ってほしいというご意見をいただくことにおいて自分自身の励みになりますからね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。さあこんな感じで今度はね、これクリームです。白じゃなくてクリームですね。でスイートピーはちょっとこうね高くします。今までのものよりちょっとこう高めにしっこいけてきます。で回しながら、でこういう時に一番あれなのがやはりこの剪定バサミが使いやすいですので、こういうやつね、こういうやつを使ってください。普通のハサミよりもそういう方がいいと思いますね。いつの間にかナイフが2本出てましたね、すいません。そうこうね、でやはり花を使っているとどうしても剪定バサミも槍がつきますのでね、槍をこう取っていただくね、していただくといいと思いますね。こういう感じです。でここがちょっと平面ですので、平面のところをちょっとこう割って割ると、上にこう盛り上げます。さあ最後になりましたね。もう全部入れちゃいました。あんなにたくさんあったのがね、もうね、いつの間にかもうなくなって、それでもう最後に1本ですので、ちょっとこう見ながらこういうふうにして、こういうですね。さあこんな感じで出来上がりました。いかがでしょうか。それからあとは今回、テーマのこのね、あれです、クレイジービーンズね、ちょっとここきれいにしますね。はい、こうやってきれいにしました。さあクレイジービーンズを今度はこの中の動きでやっていくといいです。コンテストなんかよくこれなんかをこううまくこううまく何ですかやっていくと、それでやはり一番大切なのはこのくねくね感を面白くこう表現する、すごい絡まっちゃってますけどね。それでこれも面白いですのでね、この頭も面白いですが、この頭がこうありますね。でこれも面白いです、こういうのね。でここにこういうふうに刺して、で今度こっち側にも刺すと、こういうふうにして、でこういうふうにして、ここなんかもいいですね、こういうふうにして。
で全体のバランスを考えながらこうやっていけてっていただくと面白いと思いますね。こうして。でこのクレイジービーンズ本当にね、アリアムの一種なんですけど、本当にこういうのが出てくると面白く、私が今から20年ぐらい前かな、コンテストで使わせていただいて、もっと前ですね、30年ぐらい前ですね、コンテストで使わせていただいた時、ああすごいなと思いました。今ではもう当たり前にこういうの出てますので、そういうのをこう使っていただくと面白いと思いますね。さあこれも全体的にこういけるようにこう面白さで、このくねくね感が面白いですので、ね、こういうくねくね感で全体見ながら、ここら辺も面白いですね。上も面白いですね。こうしてあ、ごめんなさい、今ここね、ちょうどやってうまく、ね、しっかり刺してください。ごめんなさい、これさあ、こんな感じで今度下にこうつく、下にも面白いですね。こうしてもうちょっとあってもよかったけど、ごめんなさい。こんな感じで、全て使っちゃいましたね。いかがでしょうか。クレイジービーンズを使った上に立てるあのデザインですね。こういうような感じで、で吸水スポンジ言いましたけど、もう一度おさらいさせていただくと、吸水スポンジはどうしても弱いですので、こう枝とかそういうもので失格。そしてまた今なんかはハクレンなんか出てますので、ボコボコ感がありますね。そのボコボコ感なんかもわーっと出してやっても綺麗かもしれないですね。あと流木も面白いかもしれないですね。そうやって使ってもっと高くやるともっと面白い。でこれはアクアホームのノーカットを使ってます。ノーカットとは、それからもう一つね、アクアボードっていうのもあります。あれを縦にこう切るともっと細くこうできますね。それによってやってください。ただあまり細くしちゃうと、細くして高くしてしまうと水が保水できませんので、サランラップとか、あ、ごめんなさい、商品名出しちゃいました。ラップを使って、食用ラップですか、食品ラップを使っていただくといいんじゃないかなと思います。皆さんのリクエストをお待ちしてます。ここに書いてあります、ね、QR コードから、LINE の QR コードから、もしくは YouTube の説明欄の方から、アクセスしていただくと嬉しいと思います。ありがとうございます。